さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回はランボルギーニ三浦を作るの84巻ですね。残り16巻でございます。かなり完成が近づいてきましたね。まあ、ということでね、早速やっていこうと思うのですが、今回は何をやるのというと、フロント&リアフード接続パーツを取り付けるというふうになっておりますので、サクッと終わるんじゃないかなと思います。で、84号についていたフロントグリル枠っていうのは、なんか次回また使う、次回ね、今後使うらしいので大事に保管しておこうと思います。では早速やっていこう。で、やるものが最初はこちらですね。こちらのこの中のここに何かつけるよっていうところでございます。以前作ったこちらのパーツですね、こちらを使ってつけていきます。で、81号に付属されていたネジを使う。前回のように取っておいて81号、これの A1 本、 A こちらですね。ちゃんと今回こうやって、ね、分かりやすくしといたから助かった。はい、カラカラっと、ふう、吉報というか、どうでもいい、皆さんにとってはどうでもいいお話。鍋さん、やっとついに忙しいタイミングを、忙しいというのがだいぶ終わって落ち着きを取り戻し、ちょっとテンション上がって、なんかこの撮影終わったらちょっとドライブでも行ってこうかなとかいう気分になんか浮かれてきている今日この頃です。いやー、やっとなんか暇にはならないよ、暇にはならないけど、まあ普段のね感じに戻ってきて、忙しいっていう、マジでやべえっていうような感じがちょっとこれで緩和されるかなというところです。ちょっとすみませんね、見えなくなっちゃってね、ちょっと入れにくいんですよね、時間。いや、もうほんとマジで忙しくてさ、もうどうしよう、どうやべえなとかと、まあ、そろそろマジで休みが欲しいとか思いながらさ、って言ってもね、結局休みに休んでないんですけどね、動画とかいろいろさやることあるからさ。これカタカタしない、カタカタするしない、カタカタしないぐらいしっかり入れておかないと。あ、カタカタしまくってる、ダメ、まずガッツリ入れる。ねえ、ほんとまだ明日普通に仕事だけどね。あ、奥まで入った、カタカタするしない、ちょっとこうね、ドライブパーッと走っていきたいなーっつって、え、なんかまだカタカタするな、え、結構奥まで入れたつもりだったの、よっ、まだ入るな、よいしょ、これでどうだ、ちょんちょんって触るとカタカタするのが分かる。あ、カタカタしなくなった、大丈夫ね、大丈夫ね、ここね、うわ、すげえ画面の中、このちっちゃ、すいません。で、反対側もやるよっつって、ああ、なんかね、ドライブしたい、なんかポーってポーって走って、ゆっくりポーって気持ちいいじゃん、なんかこうね、ぼーっとゆっくりこうぶっ飛ばすとか、ふかして走るぜみたいな、それぞれダメだよ、夜中にそんなね、大きい音立てて走っちゃうね、皆さん明日お仕事ですからね、私もそうですけど、のんびりとわーってサイレンサー買ってこようかな。だけどエンジン音を聞いちゃう、マフラーからの音聞きながら走りたいしな、この時期はね、もうすでにね、窓開けて走れるからね。そう、この前さ、すげえの見た、あの会社の目の前ってなぜかね、スーパーカーがやたら走るの。ガモゴリのオレンジロード分かる人ならなんとなくあれなのね、場所分かるとあれいいですけど、要は音はガモゴリっていうね、東名高速道路を降りて、その道なりにまっすぐ行くと、あの
オレンジロードっていう道に出るので、そのオレンジロードを行くとどうもね、あそこね本当にマジでスーパーカーばっかしてるのよ。スーパーカーとかなんか超珍しい車とかさ、何より会社の目の前になぜか RS1 が止まってるぐらい、止まってるっていうか倉庫に置いてるぐらい、なんかあそこねおかしいの本当に。でそこにこの前マクラーレンが3台走ってたどんな金持ち3台でとか思いながらさ見とったけどさ、あちょっとたまたま見たんだけど、なんかすごい音がするとか思いながら見てたらマクラーレンだった。すごい思うなね、どんな仕事やったらそんな車乗れるのと。すげえ、マクラーレンも走ってくしさ、その前はなんかまあ珍しくはないかと思うけど、ロードスターの大群が走ってって、さすがにそのロードスターの大群もびっくりだと。そのなんていうの、1台2台とか見るのは分かるけどさ、もうなんか何十台か走ってったりとか、あと歴代 Z が走ってったりだとか、あよしちゃんと聞いて OK、 何なんだとか思いながらね、スカイラインばっか走っていくとかね、もうその RS さんもそうだったけどさ、歴代スカイライン、まあ、GTR も含めてね、変なとこで、今度はこの中に付属されているこちらですね。なかなかね見ててね面白いね、ああいうやっぱりさね、オートなんだ、まあそういう集いとかさ、そういう集いとか、オートサロンとかなんかそういうのに行かないとね見れない車がさ、走った状態でフワーッと見れるの、フワーだけどね。やっぱりオートサロンにしろ、ああいうイベント会場だとさ、やっぱりこう止まったやつしか見れないけど、走ってエンジン音まで聞けるっていうのは、ね、以前行ったクラシックカー、怖い、あ怖い、クラシックカーのあれでもそうだけど、あ怖い、折れそう、あ怖い怖い、やっぱりこう現物が、実物が走って行くっていうのを見るのもなかなかね楽しいね。実はね月に1回かな、豊川でもねやってんの、こっそりとそういう珍しい車の集まりっていうのが。どんぐらいだろう、2時間ぐらいかな、そんぐらいしかやってないんだけど、それ1回ね見に行ったんだけどさ、よかったわ、楽しかった、見てて面白かった。ああこんな車あんのとかさ、ああこれなんかね、中には本当にね運転席まで乗せてくれる人とかいるから、よかった。ああいうやっぱり実車を見るっていうのは楽しい。なんかプラモデルとかでもやっぱりそのプラモデルのネタとしてっていうか、こう情報として、あこうなってんだ、ああなってんだっていうのもあるけど、制作意欲はね見てると湧くんだよね。おまさかこれあれを持ち出さないといけないというのか、ちょっと待って、本体マジか、ちょっと先にネジをしとこう。これと G2 本、これね G2 本、 T が1本余ってるってことは、これ多分余りだなと、純粋にネジはね1本余るようにできてるから、でこの G が2本いるよと、先にこの必要なものだけ出しておこう。やべえ、机の上にあのデカ物を持ってくるスペースが今の私の部屋にはないのです。よし持ってくるぞ、重いんだけど、よくしょ、はい、もうこっちの辺ほぼほぼ形ができちゃってるからさ、なんかそうプラモデルのね制作意欲につながるんだよね、実物見ると。あー作ってみたいなーとかさ、実車を買うことはねまあまあまあ絶対的に無理なので、せめてそういうねプラモデルで楽しみたいなーみたいな。最新の車っていうのもいいけど、
古い車もいいよ。でもアルピーヌ見てよ、この前走ってた。おおって、あ、なんか人いるんだとか思って、かっこよかった。昔のあの形をそのままなんかこううまいこと現代風に持ってきたなーって感じがして、ああいうのも興奮するね。車好きなんだよね、ほんとね。今これ取り付けてる向きが逆な気がするけど、あ、大丈夫かね、合ってるね。車見るの好き、楽しい。家の近くに中古車屋さんがあるの。そこを通るたんびになんかゆっくり通っちゃう。じり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 って、たまたまね、車通るの少ないところでさ、そこをゆっくりゆっくり走りながら、ちょっと面白い車あったら見ていこうかなみたいな感じもありながら、いまだに一回もないけど。本当はさ、あれが欲しかったのよ、車 SLK が。だけどなんか SLK の200の方ね、欲しかったんだけどさ、ちょっと縁があってね、3号の方は手に入りそうだったんだけど、縁があって、あの SLK の350か、いわゆるそれの AMG が手に入りそうだったけど、まあ維持がちょっとなって、排気量は高いし、なんかあった時にめちゃくちゃ高くつきそうだし、ちょっと今の私のお財布事情では無理だなという感じでやめました。200の方だったらまだね、維持は楽なんでね、いいかなとも思ったんだけど、だけどそれでもやっぱりちょっと壊れたらきついよなって思って、なんせオープンカーが好きなんだよな。すごい安いよ今 SLK の200なんてね。その自分が好きな方のやつなんだけど、でも要は現行っていうか、もう今やないけど、それ1個前の方になるのかな、はだから2代目になるのかな。ちょっとこれ入んねんだけど、てかね、体勢が悪いというか、机の方が汚いのが悪い、そこが一番悪い。よいしょ、こうやって置いて、ちょっとごめんなさい、もう体勢が悪いんで、もうこの辺にしておきます。よいしょ、まあこんな感じでございます。一応なんとかね、ここがつきながらの今のボンネットのヒンジがついてってところですね。この前あの視聴者さんが教えてくださったんですけど、この目実物も動くんですね、これ。と思って、知らなかった、そんなこと。まあでもこういうの作るっているから、やっぱりそうやってね、知ることができたっていう感じですね。まあ何よりね、視聴者さんが教えてくれたんですけどね、という感じです。今日はこんな感じでございます。ここ髪の毛見てたのこれ。よし、ということでね、またね、次回もね、物が届いたらやっていこうかなと思うんですけど、次回は85巻ですね。85巻は5号は、左フロントウインカーとフォグランプを取り付けるというふうになっておりますが、ついてくるものはついにね、まつげセットが届きますね、つけまが届きますということでね、ちょっと次回も楽しみだなっていうところでございます。ということでね、またね、きっとね、アシェットさんからね、きっと提供いただきましたらね、やっていこうかなと思いますので、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、どうもと。